スピッツの売り方とあいみょんの売り方結構似ていて、結構スピッツも3曲、3アルバムぐらい全然売れなかったんですよ。で、4枚目ぐらいで爆発するんですけど、あいみょんもそのずっとそのネットに YouTube とかインスタとかそういうのでこう地味にこうマーケティングをしていっていて、実はそのあいみょんの事務所ってクスオっていうね、九州男って知ってます、クスオ、あの60分の1の人みたいなやつ、を歌ってる人いたじゃん、はい、彼はそのマネジメントから始めてるんですけど、あ、そうですか、クスオはミクシーでマーケティングしてたらしくて、あ、そう、そう、クスオはね、ミクシーの、ね、当時湘南の風とかが、湘南の風、だから湘南の風に かぶせてるんですよね、あれは、あ、そう、そう、湘南の風っぽいから見れるんじゃないかっていう、なかなか、ね、私的に言うとすごくビビ引く話で、はい、あ、そうですか。そう、それで地味に、その、湘南の風を語ろうみたいな、ミクシーのグループに、またミクシーとかいいですね。で、そういうところに、そのスタッフ総動員で投稿しまくって、この曲いいよ、みたいな、クスオの曲を。あ、そうですか。そしたら、ミクシーで火がついて、っていうのは。で、あいみょんもそうやって、こう曲を、まあ、売れてない時から、どんどんこう、アップしていくんですよ。で、ダンって最初に大手のレコード会社ってバーンってマネ最初に広告費投下して花火打ち上げるんだけど、はいはい、今そういう売り方ってな難しいんですよ。なんでかっていうと、その昔はテレビとか雑誌とかしかなかったから、はいはい、それで行けたわけですよ、うん、店頭のマーケティングで、はいはい、新人大型新人登場、うんうん、ドーンみたいな。でも今って大型新人ドーンってやるじゃないですか、うん、たらみんな絶対検索するんですよ。失礼しますよね、調べるんです、なんだこいつ一曲しか出てないじゃんみたいな、とか。だけど、なるほどね、あの今の売り方は、その徐々に火をつけていって、とある時に、まあ、例えばどっかのアーティストが、有名なアーティストが、この曲超いいんだけどみたいなツイートとかをしたら、そこでおーすげーすげーすげーってなったら、過去の実績、あ、めっちゃいい曲ばっかじゃんこれみたいな。そうするとこうコンテンツが浮かび上がってくるわけですね。そうそうそう。だからないとダメなんですよね。だからいきなりこう一発目からっていうじゃなくて、検索した時に、ああ、いいのがあると。というのが、その、まあ、現代のそのマーケティングの方法なんですよ。